こ。やばい。すごっ。なにこれ。顔がちっちゃくなった。これでやろう、今日は。今日は顔ちっちゃくやるわ。すごいんだけど。エフェクト？じゃあ、ショールームで、何？すごい機能を見つけてしまった。ショールームですごい機能、加工しちゃった。すごい。加工しちゃった。でも、加工度は弱いのにした。ナチュラルにした。感動してる私は。待って、これからスピン配信できるんじゃない？これで。何も言わずにやればバレないのに。いや、でもバレるバレる。最初だってさ、このオンって押したらさ、ちょっと顔がシュッてなったのよ。それもしさ、誰かが見ててさ、黙ってたらちょっとあれじゃない？いや、ゆかるんは加工を覚えたよ。ショールームの加工を覚えてしまった。てかめっちゃナチュラルだよね、なんか。そう、顔がシュッてなったのよ。すごいのよ。感動しちゃった。目も大きくなったと思う。あれ？携帯どこやったっけ？あ、ここにあったわ。加工強め？いや、もうバレバレになっちゃうから、恥ずかしい。なんかね、ちょっとアンケートみたいなの書いてて、遅くなっちゃった。配信が。すごいよ、加工の技術。今すっぴんだよ。しかもなんかエフェクトとかあったのよ。メイクじゃなくてフィルター。ほら見て、すごくない？なんかインスタみたいじゃない？やばくない？進化しすぎてない？ほら、これなんかすごいおしゃれ。なんかおしゃれ。あ、これオレンジっぽいね、なんか。あ、これも明るくなるね、画面が。強さ、うわー、結構強いね。変えられる。あ、これいいね。ハート押しとこう。クマが消えるのがいいな。すごいんだけど、今更気づいた。これいつからあったん？これいつからあったんだろう。すごいね。オリジナルこれ。これ好き。なんかピンクっぽくて、なんか肌の色をきれいに見せてくれそう。ちょっと下げるか。30ぐらいにしとく。30。いいんじゃない？ちょっと色味を変えた。すごいね。ノーメイクでも加工すればいけるっていうのが分かったよ。そう、ノーメイクよ。本当にノーメイク。リップ軽くなったけど、加工に頼るわ。
で、メイクしてるときは絶対オフにする。みんなにさ、隠したくないしさ。黙って使う人いるからな。あ、本当？私はもうなんか素直に話しちゃうね。隠したくないから。かわいい、ありがとう。格を外してよ、やだ。やだよ、絶対今日は外さないよ。でも写真のあれとかあんまり私加工を強くしてない。加工はごめんだね。加工を撤回しろ。そういえばね、かおりちゃんとね、お揃いの着せ替え買ったの、 LINE の。ポチャッコ？ポチャッコ？ポチャッコの、なんか可愛いやつ買った。お揃い。370円のお揃い。お揃いのもの全然今までってかないんだけど、まだ持ってないんだけど、とりあえず LINE お揃いっていう着せ替え買ったよ。値段言うな。いや、でも150コインで買える。150コインは370円だよ。そう。これね。このポチャッコのやつ。買った。お揃いにしてる。なんかシンプルで可愛くて。うん。ちょっと私終わったら加工でちょっと遊んでみる。うん。言わない方がよかったかな。でもさ、目とかちょっと違和感だよね。こんな目でかくないし。なんか目、確かに黒目が大きくなった気がする。あ、加工してるじゃん。あ、してない？なんかさ、こうやってさ、こうやるとさ、加工外れたりするじゃん。外れてるじゃん。何の遊びこれ。まあちょっと顔ちっちゃくなったよね。加工で。ね、こういう遊びしちゃうのよくないね。あんま変わらん？なんかさ、顔こうやってさ、こうやるとさ、顔を外れたりするじゃん。子供？いや、私多分子供だと思う。まだ全然。あんま変わらん？よし！褒め言葉。外れる、外れる。違和感ない。あー、リボン！かわいい。あ、てか、何このなんか、キラキラのレインボーみたいな。ありがとうございます。ぜひ。
肩、めっちゃ加工してるじゃんって言われるかと思った。私もちょっとね、これ照明じゃなくて、あ、これこれ、あ、召喚だ、召喚。あ、これ召喚だよね。あ、忘れそうだよ。ありがとう。一日やらないとちょっとわかんないのじゃ。泣いてありがとう。なんか外れてるよね。いや、変わんない？待って、輪郭変わるか変わらないか。ちょっと歪む？いや、違う、このライトか。なんかさ、え？私加工されてない？変わらん？変わらない？でも加工は外さないよ。自分の会社に用意してるから、見えてない。なんかクッキーみたいな。あとリボン。かわいい。かわいいものが。目が寄ってる気がする。ああ、確かにね。確かに。じゃあまあ、毎日聞くわ。今日は加工してますか？加工してると思いますか？してないと思いますか？どうでもいいね。どうでもいい。 やば、アンケート送ろう。もうあと5分で締め切り。ちょっと携帯。よし、送った。でもこのフィルターいいよね。なんか綺麗に見せてくれてる気がする。知らんけど。リンクください。ウィンクもっと可愛くできんのか。うん、知らんもん。でも、配信ありがとう。うん、こちらこそありがとう。そういえば今日さ、夢しなの動画見たの。自分めっちゃお腹ぺったんこだった。衝撃受けた。てか私夢しな結構さ、一番お腹とか出てたよね。衣装。前半のさ、黄色の衣装。
あ、28日。ありがとうございます。え、あとさ、2年前の生誕祭の動画見たんだけど、めっちゃ痩せてたね。ポニーテール。自分ではさ、あの時、あ、自分めっちゃ太ってると思ってたけど、今自分見たら、あれ、あ、痩せてねって思った。今より痩せてないと思って。焦っちゃった。ゆかるんコールが幸せすぎました。いや、細くはないんだよな。なんだろう。いや、違う、部分的に細いだけじゃない？知らんけど。かおりちゃんには腕めっちゃ褒められるもん。でも足別に私、細いって思わないし、なんかその、ファンの人にも言われるし。だから、ね、やっぱりまあ全体的な見た目ですね。あ、もうあと1分。すいません。なんか話しすぎちゃいました。はい。あ、ギフトありがとうございます。にゃーかわいい、なにこの、ワン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 。あー、かわいい、ワンワンちゃん。ワンワンちゃん？これタワーだよね。絶対タワーだよね。かたやさんありがとうございます。あー、レイジーありがとうございます。めちゃくちゃかわいい。皆さんもありがとう。魔法のな、ステッキみたいな。かわいい、魔法をかけてありがとうございます。くれてくださってありがとうございます。ワンワンかわいい。皆さんありがとうございました。メント来るかな？メント来るかな？待ってね。ありがとうございました。あ、うさぎなの？うさぎだった。ぴょんぴょん。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ああ、魔法。ありがとう。片山さんありがとうね。コメント、待って、コメント。見つけられるかな？それか、他の SNS、755とか、え？やばい、もう時間だ。てか待って、今日も指導、待って、今日も越してた。待って、待って、ちょっとごめんなさい。すいません、ちょっとバタバタしちゃって。ありがとうございました。あ、みんなギフトありがとう。でももう終わりにするね。よ、ありがとうございました。もう、終わりにするね。ありがとうございました。うん。本当にありがとうございました。755で、はい。伝えさせてください。また、はい。ありがとうございました。おやすみなさい。片谷さんありがとう。ちゃう。